映画トップガンやってみたいと思いますよろしくお願いしますトップガンは1986年公開のアメリカのアクションドラマ映画です監督はトニースコット主演がトムクルーズですではまず作中の舞台となったアメリカ海軍戦闘機兵器学校通称トップガンの解説から参ります トップガンは1969年3月3日にカリフォルニア州ミラマー海軍航空基地に開設された当時実在した海軍戦闘機兵器学校です。 トップガン設立のきっかけとなったのは、1965年のベトナム戦争介入後、アメリカ海軍機と北ベトナム空軍機との空対空戦闘における撃墜対非撃墜比率が著しく低下したことです。敵の主力機であったミグ21を露覚して研究したところ、アメリカ軍の F4 と性能上は互角であったことが判明し、 撃墜比率の低下はパイロットのスキルの低下が原因であることが浮き彫りになりました。F4 が開発された1950年代の当時はアメリカ軍ではミサイル万能論が支配的でした。高速で飛行し、遭遇する敵機をいち早く発見し、ミサイルを一撃して素早く戦域を離脱する一撃離脱戦法で戦っており、 そのため F4 の初期型は機銃を搭載さえしていません。ところがベトナム戦争で投入された m i 2 1は 小型軽量で小回りが効く上にデルタ翼の採用でマッハ2を突破し強力な機関砲を搭載しており F4 の懐に飛び込んでドッグファイトに持ち込みアメリカ軍を苦しめたのですアメリカ軍は1968年から近接武器のバルカン砲を搭載した F4E を配備しますがミサイル戦法に慣れたパイロットにドッグファイトの技術を向上させることは アメリカ軍の緊急課題となりました。そこで解説されたのがトップガンというわけです。ちなみに、鹵獲した mig21 を研究したハブドーナッツプロジェクトはエリア51として知られるグルームレイクの秘密騎士で行われました。詳しくは近日中に投稿するエリア51の動画をぜひご覧になってください。 では解説を交えながらあらすじを追いたいと思います。アメリカ海軍の艦上戦闘機 F14 のパイロットピート・ミッチェル、コールサイン・マーベリックは同じく海軍の戦闘機 F4 のパイロットだった父・デューク・ミッチェルの謎の死を引きずっていました。 軍のパイロットはコールサイン、通り名で呼ばれますが、これは無線行進を敵に傍受される可能性があるので、本名で呼び合うのを避けるためです。マーベリックは一匹狼、異端児という意味です。天才的な直感力と技量を持ち、無鉄砲で型破りな操縦を行うマーベリックは、心優しく陽気なレーダー要員のグースを相棒として、 クーガー、マーリン組が乗り込む両機とともに、紹戒任務を行っていたところ、インド洋上で国籍不明のミグ28、2機と史上初の接近遭遇となり、空中戦に陥りました。クーガー機の背後に敵機が執拗に張り付きますが、マーベリックは敵機にバックトゥーバックで接近し、鉱石のグースがポラロイドカメラで敵機パイロットを撮影し、挑発してみせます。 驚いた敵機は離脱していきました。ミグ28は実在しない架空機です。ソ連製の戦闘機が調達困難だったことから、ミグ21に似た機体である F5 がミグ28として使用されています。また、グースがカメラを持っているのは、紹介任務や迎撃で遭遇した敵機を撮影するためです。 しかし、クーガーは鉄器にロックオンされたことに動転して、パニック状態となってしまいます。マーベリックが誘導したことにより、クーガーは無事に帰投できましたが、クーガーはこの恐怖心を払拭できず、自信を失って自主体感してしまいました。 そこでマーベリックとグースは内定していたクーガーの代わりにトップガンへ派遣されドッグファイトの戦技を磨くための教育を受けることになりました。訓練開始前に基地のバーで催された歓迎パーティーの席でマーベリックは美人のシャーロット、チャーリーに一目ぼりしてアプローチします。 しかし彼女は民間人専門家の航空物理学博士でトップガンの教官だったのです。チャーリーは自らの専門領域であるミグ28との遭遇体験をしたマーベリックに興味を持ち、二人は次第に立場を超えて恋愛関係を持つようになります。飛行実技訓練を重ね、ライバルのアイスマンたちと成績を競い合っていたある日、 変態飛行での訓練中にマーベリック機はアイスマン機の後方乱気流を受けたことによりエンジンストールが発生して操縦不能の切りもみ状態に陥ってしまい機体からの緊急脱出を余儀なくされてしまいます本作で使われている F14 の初期型 F14A はプラットホイットニー車製のエンジン TF30P412 を搭載していましたが 機体との適合性が悪く、エアインテーク付近での気流の乱れに敏感で、簡単にストールを起こすという欠陥がありました。加えて F14 は2機のターボファンエンジンを胴体仮面左右に間隔をあけて搭載する構造のため、 一発停止時の水力軸線と機体軸線のズレが大きくなってしまい一旦切りもみ状態に陥ると機体の立て直しは困難を極めました当シーンは F14 の弱点を明確に表現していると言えますこの脱出の際不運なことにキャノピーとの衝突事故によりグースがなくなってしまいましたマーベリックは激しい自責の念に苛まれます 事故調査委員会による左問でマーベリックのパイロットとしての責任は問われませんでしたが彼はガッツを失った弱気なパイロットに豹変してしまいますそれでも教官のバイパーはマーベリックの復活を信じて彼を飛ばせ続けましたしかしマーベリックはトップガンをやめようかと迷いますまたワシントンでの就職を決めたチャーリーからは失望の意を告げられて去られてしまいます マーヴェリックは自分の取る道を探して教官のバイパーの家を訪ねました。するとバイパーはマーヴェリックの父のデュークに関しての機密事項を話してくれました。デュークは遊軍の3機を救うために自ら犠牲となった英雄だったのです。優秀なパイロットはどんな状況でも自分で判断する。君の道を決めるのは君だ。 バイパーはここで父デュークの謎が解決されたことが後にマーベリックの戦闘スタイルが変わり覚醒することにつながりますまた教官のバイパーに悟されたことがダストでマーベリックが選ぶ進路の伏線となっていますここで喉を潤わさせていただきます では続きに参りたいと思います。翌日、マーベリックはトップガンの卒業式に出ます。主席はアイスマン組でした。その謝恩会の最中アイスマンと相棒のスライダー、ハリウッドとウルフマン、そしてマーベリックにインド洋上での航空支援の緊急任務が言い渡されます。 敵機が現れ、アイスマン機とハリウッド機が先行出撃し、マーベリックは第二陣として待機します。しかし、ファーストコンタクトでハリウッド機が撃墜されてしまいました。予想に反して敵機は6機もいたのです。アイスマン機は孤立してしまいます。直ちにマーベリック機に出撃命令が出されました。しかし、マーベリック機の出撃直後に艦のカタパルトが故障してしまいます。 マーベリック機は単独でアイスマン機を助けなければなりません。ここで再び悪夢が訪れます。マーベリック機は鉄器ミグの広報乱気流を受け、制御不能状態に陥ったのです。辛くも体制を立て直したものの、マーベリックはグースを失った恐怖の記憶が蘇り、おじけづいて戦役から離脱してしまいます。しかしここでマーベリックが覚醒します。 マーベリックは戦役に戻ると、決して単独行動は取らず、アイスマンキとチームプレーに徹し、仲間の安全を優先し、見事敵機を4機撃墜、独立2機を撤退させることに成功しました。マーベリックはこの功績により、トップガンへ共感として戻ることになり、2機を飾ります。 そしてその知らせを聞いてワシントンから戻ってきたチャーリーと2人の出会いのきっかけとなった思い出の曲に包まれながら劇的な再会を果たすのですこの曲は1964年発売のライチャスブラザーズの「You've Lost That Loving Film」「振られた気持ち」というオールディーズの名曲です アメリカの放送音楽協会 BMI の調べによる20世紀にアメリカのテレビやラジオで最もオンエアされた100曲のランキングでは800万回以上のオンエアで第1位に輝いています劇中のマーベリックの世代には誰でも幼少の頃に聴いた懐かしい曲となりますまた劇追4期のうちマーベリックが劇追したのは3期です この功績が軍上層部に認められるわけですが、第二次世界大戦の撃墜王エーリヒ・ハルトマンの撃墜数352機と比べると見劣りする数字に見えてしまいます。ところが F-14 などのジェット戦闘機は極めて高価であるため、第二次世界大戦のプロペラ機時代と比べると戦闘時の投入機数が劇的に少なくなっており、 単純に比較はできません劇中の直近でドッグファイトが行われたベトナム戦争に目を向けると撃墜王はミグ2 1を扱った北ベトナム空軍のでであり撃墜数は9機ですこの数字と比較すると一度の交戦で3機を撃墜したマーベリックが軍上層部に称賛される理由が理解できると思います。 それでは戦闘機 F14 について解説いたします。戦闘機の区分。戦闘機と混同されやすい軍用機として攻撃機があります。本作の舞台である1980年代は戦闘機と攻撃機の役割について明確に区別されていました。攻撃機は敵の陣地に攻め入って 敵の地上部隊や基地などの施設、艦船への攻撃、つまり空対地攻撃を主任務とします。それに対し戦闘機は、 味方の攻撃機、爆撃機の護衛や攻めてきた敵の戦闘機や攻撃機、爆撃機への攻撃、つまり空対空攻撃を主任務とします。攻撃機は標的を正確に狙う必要があるため、速度は重視されず、多量の爆弾を搭載する必要があるため、ある程度の機体の大きさが求められます。 それに対し戦闘機は臨床性と速度が求められます。細かく分けると戦闘機の中にも役割の違いがあり、制空戦闘機と溶撃戦闘機があります。制空戦闘機は敵戦闘機を撃墜し、当該空域の制空権の確保を主任務とします。溶撃戦闘機は攻めてきた攻撃機や爆撃機の撃墜を主任務とします。 本作の主役機である F14 トムキャットは空母艦隊を守れる戦闘機として開発され 200km を超える長距離射程の AIM54 フェニックスミサイルを搭載しどちらかというと長距離攻撃を得意とするので擁壁戦闘機に当たります。 それに対し、長らく世界最強と言われ続けた F15 イーグルは運動性能に優れたドッグファイト向けの制空戦闘機です。F14 の特徴。 ではここで F14 の機体を見てみましょう外見上の最大の特徴は何といってもその美しい可変翼でしょう1960年代中期から開発された F14 はベトナム戦争での教訓を踏まえてマッハ2以上の高速性と同時に低速での高い操縦性が求められましたその要求に介する解がこの可変翼でした 大きな揚力を必要とするマッハ0.4以下の離着陸時などにおいては、抗体核を20度として主翼をいっぱいに広げます。加速時には抗体核を最大68度まで傾け、マッハ2.34の最大速度で飛行することができます。また、旋回時には抗体核を小さくし、翼腹を広げることにより、 速度を落とさずに旋回半径を小さくすることができます。これらの交代角の変更はマッハプログラムコンピュータが自動制御します。ちなみに愛称のトムキャットはこの可変翼の動きが猫の耳の動きに似ていることから名付けられています。 F14 のもう一つの大きな特徴は AIM54 フェニックス空対空ミサイルとそれを制御するための最大探知距離 200km を超える画期的なレーダー下き完成装置です。この操作は後部座席のレーダー迎撃士官リオが行います。このレーダー AN-AWG9 は 最大で24目標を同時に追尾しそのうち6目標へ AIM54 フェニックスを発射し同時攻撃する能力があります。これはソ連の長距離爆撃機から発射された多数のミサイルによる飽和攻撃に対抗するために開発されました。 いわば F14 の主役とも言える攻撃システムですが、本作トップガンでは戦闘機同士のドッグファイトに焦点が当てられているため、グースをはじめとしたリオがフェニックスミサイルを発射するシーンはなく、機体の後方、速報の警戒やマーベリックの心情を描写するための話し相手に甘んじているのが惜しいところです。引退の理由。 初飛行から35年以上もアメリカ艦隊を守り今もなお史上最高に美しい戦闘機と言われる F14 ですが前期引退し FA18 ホーネットにその座を譲っています F14 が引退した理由はフライバイアシステムが確立し可変翼がなくても機体を制御しやすくなったこと 可変翼は重量が増え整備に手間がかかり運用にコストがかかること負担がかかる翼の部分の消耗が激しく耐用年数が短かったことなどが挙げられますが最大の理由は戦闘機のマルチロール化にあります。 防衛費が青天井だった冷戦期とは異なりコスト意識が高まった近年では機体に役割ごとに戦闘機攻撃機といった種類を設けるよりも一つの機体とそのバリエーションで全ての機能を果たせるようにマルチロール化が進んでいます。 この流れにより戦闘機と攻撃機の項目は曖昧となり両機の機能を兼ね備える機体が世界各国で次々と登場しています FA18 ホーネットは代表的なマルチロール機であり戦闘機の英語ファイターの頭文字 F と攻撃機の英語アタックエアークラフトの頭文字 A が機種名についていることからも両機の役割を担っていることが見て取れます さらに海軍においてはコスト以上にマルルチロール機ががもたらすすメリットがあります狭い空母では搭載機数が限られるため一機で複数の役割をこなすマルチロール機は 空母との相性が非常に良いのです。F14 が FA18 に置き換えられたのは時代の必然とも言えます。実は F14 もその基本性能の高さを活かして末期には対地攻撃機能を向上させる改修が進められ攻撃機としての運用も可能となりました。しかし運用コストの高さがネックとなり、さらには可変翼が故に並走類を堅調 するハードポイントの増設が限定され対艦ミサイルを搭載できなかったことからマルルチロール化に失敗してしてまったのです2019年より日本の航空自衛隊にも配備された F35AB ライトニングも時代の最先端を行くマルルチロール機ですこれからの時代はマルチロール機全盛期がしばらく続くのではないでしょうか。 ということで今回はここまでにしたいと思います今後も映画解説や航空機の解説を続けていきたいと思いますチャンネル登録をされて続編の動画を首を長くしてお待ちくださいね